光は東方より、古きアジアの終焉を告げ、新しき世界歴史の進展を宣言する大東亜会議。大東亜各国代表は東京羽田飛行場に相次いで到着いたしました。11月1日、中華民国代表行政院院長王政英閣下、並びに列席者。続いて満州国代表国務総理大臣蒋経慶閣下、並びに列席者。翌2日、フィリピン国代表大統領ホテ・ベ・ダウレル閣下、並びに列席者。3日、タイ国代表首相代理ワンワイ・タヤコン殿下、並びに列席者。続いてビルマ国代表内閣総理大臣ウ・バーモー閣下、並びに列席者。10月31日、自由インド仮政府主犯スダス・チャンドラ・ボース閣下は、帝国政府の同政府承認に対し感謝の意を表明するため来庁し、たまたまこの世紀の大会議に陪席する光栄を担ったのであります。8国も天皇陛下には大東亜会議に列席し、共栄圏の輝ける歴史に三たる1ページを記録すべき重大使命を担って来庁せる中華民国、タイ国、満州国、フィリピン国、ビルマ国の代表を11月4日宮中に召させられ、ご歓待ご激励のご示しをもって御参を御催し遊ばされました。この日、世界の視聴を浴びて平等にそびえる白亜の議事堂に大東亜6カ国の代表一堂に会す。敵党帝国代表東条総理立って諸権を開陳。今時の戦争は大東亜の全民族にとりましては実にその勝敗の分かるる一大決戦であります。この戦いに勝ち抜くことによりまして、初めて大東亜の諸民族は永遠にその存立を大東亜の天地に確保し、共栄の楽しみを共にいたしますることができるのであります。もとより米英はその単位とする物質的戦力を挙げて大東亜に反抗を繰り返すことは当然であります。大東亜の諸国家はその全力を尽くし、これを徹底的に破壊し、さらに彼らに痛撃を加え、もって戦争を完遂して大東亜永遠の安定を確保しなければならんのであります。同時に基づく大東亜の新建設は現に先人の真っ只中にあって、着々として実現を見つつあるのであります。同时得与长来友好的泰国、满洲国和新兴的缅甸国、菲律宾国和印度的临时政府
那坚定的决心，强毅的努力，来分担巴东亚战争从巴东亚建设的责任，是很大的敬意。เหตุผลซึ่งฉันให้จะนำมาสนับสนุนคำกล่าวของฉันนี้ฉันขอนำมาจากประวัติศาสตร์แห่งความคลี่คลายของมหาอาเซียบุรพาอาเซียเป็นทวีปที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญของมนุษย์ได้มีความเจริญถึงขีดสูงสุดแต่โบราณกาลมา自当大东亚战争翻刊的时候，敌人已代表满洲国的日本，所以大东亚共荣圈诸国政府各位首脑相见。And may I express the hope, Your Excellency, that with the cooperation of Burma, of Manchukuo, of Thailand,of China, and even of the peoples of Java, Borneo and Sumatra, whose interests cannot be different from the interests of the other peoples of Greater Asia, may I express the hope, Your Excellency and gentlemen, that united with Japan, united into a compact and solid organization,There can no longer be any power that can stop or deter the march of 1 billion Orientals so that they may freely and untrammeled shape their own destiny without the intervention, no longer without any oppression and interference of any power coming from the West. This will fight.2 years ago, our Burmese boys fought without arms. They had to kill an enemy to get his gun, but we did it. And today too we will do it. Today too we will do it. The war morale in Burma is greatly strained, but it remains unbroken. Every Burmese now understands.That is fighting for his home, his family, for everything that he holds dear. これより再開をいたします。本日午前の議事におきまして、議案に関する質疑及び討論を終了いたします。よって、ただいまから採決を行います。ここに改めて議案を朗読いたします。大東亜共同宣言。そもそも世界各国がおのおのそのところへ愛より愛助けて万法共栄の楽しみを共にするは世界平和確立の根本要義なり。しかるに米英は自国の繁栄のためには他国家多民族を抑圧特に大東亜に対しては、悪なき侵略搾取を行い、大東亜隷属化の野望をたくましゅう、ついには大東亜の安定を根底より覆さんとせち、大東亜戦争の原因ここに損、大東亜各国は相提携して、大東亜戦争を完遂し、大東亜を米英の失格より解放して、その自存自衛を全うし、他の綱領に戻す、大東亜を建設、もって世界平和の確立に寄与せんことを期す。大東亜各国は共同をして、大東亜の安定を確保し、道義に基づく
朝鮮共栄の秩序を建設。一つ、大東亜各国は相互に自主独立を尊重し、古城本木の実を挙げ、大東亜の神話を確立。一つ、大東亜各国は相互にその伝統を尊重し、各民族の創造性を尊重し、大東亜の文化を高揚し、一つ、大東亜各国は互恵のもと、緊密に提携し、その経済発展を図り、大東亜の繁栄を増進し、一つ、大東亜各国は南方との抗議を通し、人種的差別を撤廃し、あまねく文化を交流し、進んで資源を解放し、もって世界の幸運に貢献し、世界史を画するこの一瞬、満場一致をもちまして議案は採択されました。よってここに大東亜共同宣言は成立をいたしました。これをもちまして予定の議事を終了いたしましたが、他に別にご発言はありません。イギリス帝国主義の圧迫のもと、茨の道を共に歩み、励まし合って今日の喜びの日を迎えた、ビルマ国代表バーモー首相を立って、自由インド仮政府支援の発言をなす。インドの独立なくしてアジアの自由なし。インドとビルマの共同の敵は、かのイギリス帝国である。私は私の闘争の体験から、武力なき戦いは無力であると痛感するに至った。かかる見地からインドの武力奪還を提唱され、かつ闘争されてきた我が友スバス・チャンドラ・ボース閣下こそは独立主張の最適任者である。アジア10億の民衆団結なった今日、インドの独立また近きを確信する。 Unless India is free, I understand thatMy friend, Mr. Bowles, will also have an opportunity to address your excellencies. All that I wish to say will be in the nature of preparatory observations, preparing the way for the Indian leader. I pray that Nippon rule... 大東亜会議が送る絶大の支援に対し、自由インド仮政府主犯ボース閣下たって、インドにあっては完全なる独立か、力ずんば死滅あるのみと、防衛武力決戦の固き決意を切れき、熱烈たるその叫びは深く一同の胸に食い入り、インド私欲民衆の先頭に立ち、イギリス打倒に爆心する偉大なる指導者に万丈の聴衆祝電として無言の激励を送る。Not merely as the makers of a new Nippon, not merely as the makers of a new East Asia, not merely as the makers of a new Asia, but as the makers and the architects of a new world. Tojo 首相だって重大発言を行う。友国のインド人は立ち上がり、そのインドを思い、アジアを思う熱情の切々たるものありますということは、ただいま、自由インド仮政府批判閣下の演説におきましても、これを明らかにしられたところであります。同政府のもとに、決してる同志の人し、貫徹の気迫を烈烈として結束富に強行を凍るの現状に考えます。ここに、インド独立の第一改定といたします。帝国政府といたします。
目下帝国軍において占領中のインド領であります。アンダマン諸島およびニコバル諸島を近く自由インド管理政府に帰属せしむのの用意ある旨を、分析上において帝国はこれを宣明いたす代であります。かつて第2日の大東亜共同宣言に見る偉大なる成果を収めた大東亜会議はここに幕を閉じたのであります。大東亜会議閉幕の翌7日、1億の人もいる決意を中外に示す大東亜結集国民大会は帝都日比谷公園において挙行され、半個のうちに東條首相登壇。国民諸君、大戦争の真っ只中にあるにもかかわりません。ここに本日中華民国、大国、満州国、フィリピン国、ビルマ国および自由インド仮政府をそれぞれ代表されるところの各閣下をお迎えをいたします。大東亜結集国民大会を開催せるに至りましたということは、実に昭和の日本におきまする一大正義であります。諸君とともに誠に敬粛に大変ところであります。ついで国民大会の名において大東亜戦争完遂の決議を行う。全東亜はいよいよこの共同の使命に接し、一朝一党の信念のもと、その暴力を凝集してあくまでも大東亜戦争を完遂し、再び大東亜において米英の少量跋扈を許さず、もって世界新秩序の建設に協力せんことを期し、いい決議。いよいよ大東亜各国代表の挨拶にいる。今年凌晨钢铁一般的演歌，东亚也接受了钢铁一般的万里长城。我对于先进国代表の熱弁に聞いる中国留学生。祝大东亚战争的胜利，大东亚工业建设的成功。那些菜，咱可阿拉什么昆布西拉什么菜，中国人民党还敢插从昆明出家的发起兵，不说菜什么成绩出。และให้จักรวรรดิญี่ปุ่นมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเถิด本日议政会以议政会共同召开国民大会之际，对亲邦日本国民各位国术议员致人了衷心心快。That the PhilippinesNo longer will return to that period of political and economic slavery, but will join with the other peoples of Greater East Asia in the hope that all the peoples of Greater East Asia 母国の指導者に拍手を送る指導留学生。 The common prosperity, the common blessings of life, the common traditions and the common heritage of Asia.Which has always been the cradle of human civilization. I thank you. I stand here before you as a soldier from the Western front line
of the present Great East Asiatic War. I am speaking to you today like a soldier, giving you a message, a soldier's message from the Western front line in Asia. Sisters and brothers of Nippon, allow me first of all to thank you from the bottom of my heart for the exceedingly warm and cordial welcome you have given us this morning. また明報ドイツ代表もこれに加わり、同義一つに結ばれた参会者の戦意はいよいよ上がったのであります。Eure Exzellenzen, meine Herren, die feierliche Kundgebung des heutigen Tages hat einen tiefen symbolischen Sinn. Sie vereinigt führende Staatsmänner des japanischen Kaiserreiches und der anderen Staaten. Des